豊平公園や北エールなど休日やイベントがある日は多くの人が訪れるこの辺りでひときわ目を引くのがこの立派なレンガ造りの建物。趣のある雰囲気が人気でご存知の方も多いはず。扉がとっても大きいんですよね。もともと倉庫だったらしいので。こんにちは。広い店内にはおよそ200席が用意され多くの客を迎えてくれます。店内がとっても広いですよね。吹き抜けになっていて、でもともと倉庫だからか、こうなんか鉄筋、鉄のなんて言うんだろう、柱があったりして、でも木もふんだんに使われてて、すごく落ち着きますね。ここやっぱりコーヒーのね種類がとっても豊富だと思うんですけど、はい、おすすめはありますか？どれにしたらいいかな。当店のおすすめといったらやっぱりこのアイスコーヒーチェリーティーになるんですけど。これですか？はい、はい、アイスコーヒーチェリーティーなんですけど、これ気になってました。 ありがとうございます、うん、コーヒーチェリーティーっていうのが、他ではあんまりやってないとは思うんですけど、コーヒーの実の中にあるのがコーヒーの種、はい、でこれを焙煎したものが普段飲んでるコーヒーの豆なんですけど、その周りについてる実をもったいないのでそのままドライフルーツティーにしようってことで作られたのがこのコーヒーチェリーティーになるんですよね。でそれのアイスになるので結構飲みやすくて、結構さっぱりしてるのでいいかなと思います。いいですね、さっぱりしてるの。あと食べ物、ランチもメニューが、はい、カレーとパスタですか？そうですね、当店カレーとパスタになってます。ただこの雰囲気をね、なんか昔ながらというか。そうですね、やっぱりうちは結構20年以上やってるので、はい、じゃあやっぱりナポリタン。ありがとうございます。ですかね、はい、やっぱりもう王道の喫茶店といえばザっていうところでいくとやっぱりナポリタンがいいかなと思います。人気ですか？結構人気です。やっぱり皆さんやっぱりこういった雰囲気の中でレトロなものを召し上がってるっていうのであれば、やっぱ皆さんナポリタン。じゃあコーヒーチェリーアイスティーから初めて飲みますよ。酸味がしっかりある、なんかベリーのティーみたいな感じ。うん、あ、美味しい。すっごくさっぱりしてます。あんまりコーヒーという感じはしないですね。うん、あ、紅茶だ。美味しい。そして昔ながらのナポリタン、もう見た目が満点。多いですよ。胡椒がかかって、具材はこれ玉ねぎとピーマンで、これなんだろう、ウインナーだ。ウインナーがいます。美味しそう。いただきます。うん、うん、濃厚ですね。めちゃくちゃこっくりしてる。うん、このケチャップの絡む感じ。麺はこうスタンダードな太さなんですけど、この麺にしっかりこのトマト、ケチャップが絡んで、うわ、美味しい。これベーコンも入ってるのかな。ベーコンとウインナーが入ってるから、口に入れた瞬間のこの肉の旨味が強く感じます。宮田屋コーヒーはとっても有名ですけど、ここは本当に落ち着く空間で何時間でもいられる感じですね。閑静な住宅街の中にあるから、この辺に住んでる人がとっても羨ましいですし、駐車場も広いからドライブのついでとかにも来られそう、いいですね。常連さんが多いのもとってもうなずけます。紹介するお店は私がどうしても皆さんにお勧めしたい一軒なんですよ。というのも、大学時代緑のコーヒー屋さんでアルバイトしていまして、4年間、でその時に一緒だった人が夫婦でやってるお店なんです。こちらカフェドコシエ。
タップオブハッピーコーヒーと書いてありますが、もうとにかく人気店で、今6年目7年目ぐらいなのかな。行ってみますか、久しぶりなの。あ、鳥もお出迎えしてくれてます。やった、嬉しい。こんにちは。豊平の静かな住宅街、マンションの1階のお店はシックな木製のテーブルやチェアがあり、ご夫婦のおしゃれな印象が店内にあふれています。かっこいいキッチンが見えるカウンターに座るのが、オープンから何度も来ている私のいつもの過ごし方です。ちょっと久しぶりですね。久しぶりだね。このお店ってできて何年くらい経つんですか？6年経ちまして、うん、今月から7年目に入りました。7年目。そっか。もうでもオープン当初から来てるから、うん、結構変わりました、うん、でもね、最初にコーヒー豆の販売も最初はしてなくて、うんうん、それもうん、オープンして数ヶ月後ぐらいから始めたし、うん、あと焼き菓子っていうのは2年目から、うん、お持ち帰りできるようにっていうふうには始めましたね。うん、今焼き菓子も大人気だって、うん、そうですね、ありがたく ね。ご主人が作るこだわりパスタも人気で、私も大好きなんですが、今回はスイーツとコーヒーをいただきます。ミクさんが焙煎して、うんうん、はい、そうです。うんうんうん、結構種類今ありますか？そうですね、今は、常にある定番ブレンドが3種類と、うん、あとはシングルオリジンの国の別部の農園別のコーヒーが今は4種類、うん、コロンビア、エチオピア、うん、ルワンダ、中国と4種類ありますね。珍しいのもあるんですね、うん、そうですね、そんな感じですね。ちょっと今日はスイーツもね、はい、一緒に食べたいん で、はい、で合わせて美味しいちょっとベーシックなものを、はい、いただこうかな。ぜひ。このケツァールが、はい、やっぱりこのね、とこしえのロゴにも入ってますけど、はい、この鳥ですもんね。はい、そうです。中南米の綺麗なコーヒー農園にいる綺麗な鳥で、なんかそのお店のマークに動物を入れたいなって考えたことがあって、でそれで何かなって考えたら、やっぱりケツァール、うん、かなってなってという感じで、その知り合いのイラストを描いてる方にお願いして作ってもらいました。で、あとここ本当にスイーツが美味しくて、ね、ショーンさんが作ってる、翔太郎さんが作ってる、どうしよう、今日何がいいかな。やっぱプリンか。ティラミスも？ティラミスはそうですね、最近新しく出たお菓子なんですけど、うん、これはもう本当にリピーターさん、常連さんにとても人気で、綺麗にかしこまったティラミスっていうよりも、なんていうのかな、もう、わ、美味しそうっていう感じの見た目のもうなんか食欲をそそる、うん、とってもコーヒーに合うティラミスですね。あ、もういい香り、本当チョコレートみたいな。ナッツチョコみたいな香りがします。いただきます。あ、おいしい。すっごいまろやか。うん、後味が、なんだろう、雑味がないっていうのかな、すごくまろやかです、うん、そしてこのティラミスですよ。ふわふわ、うん、雲みたいです。ふわふわです。雲みたいな、ふわふわティラミス、ふわふわのチョコもかかって、このしっとりコーヒーが染みたスポンジにクリーム、ふわっと口どけるクリームで、このクリームが、なんだろう、ものすごく風味がいい。リキュール？リキュールも少し入ってますね、うん、これを使ってる。そうですね、これがくるみのリキュール。あ、はい、あ、かわいい。なんかくるみ。何これ。しかも多分本物、うん、本物なんだ、うん、あ、それをコルクにじゃあつけて、ほんとだ。カンカン言ってる。友人とのひとときの後、お店を出て少し歩くと、そこに可愛らしいお店を見つけました。あ、看板可愛いですね。カフェ私の時間。国道36号線沿いにあるビルの1階に、真っ白くペイントされた外観が特徴的なお店。名前も印象的な
私の時間です。白で統一された店内はテーブル席、カウンター、そしてローテーブルの席があって、カジュアルでおしゃれな印象。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ここのお店は、はい、できたばっかりですか？7月から新しく店長としてちょっとやらせていただいてまして、その時にパフェメニューを始めたりだとか、ランチメニューをスタートさせたりだとかで、ちょっとこう今までと違う感じでパフェ中心の少しパフェ屋さん寄りのカフェに出してます。季節ごとにちょっといろいろその時に合った食材を選ぶようにしてパフェを作っていまして、ただちょっとやっぱり普通のパフェじゃ面白くないと思うので、いろんな組み合わせで楽しんでいただけるようにやってます。秋っぽいのおすすめは、はい、ね、秋らしいリンゴとさつまいもと焦がしキャラメルのパフェ、はい、ありがとうございます。これはもう秋を詰めたっていう。詰めちゃいました。ふんだんにですよね。あ、これも美味しそう。はい、ズコットの方は前の時からずっとやらせていただいてるんですけど、毎月違うものを出させていただいてまして、え、9月は栗とホワイトチョコと、あとは下の方にマロンティー。マロンティー、はい、ちょっとそれがいい感じで苦味を出していただいて。モンブランクリーム、わ、美味しそう。この先っぽいただきます。うーん、いい香り。わ、栗のね、香りと、あ、ちゃんとラム酒、洋酒の香りもしますね。うーん、クリームが練乳みたいに、なんかふわっと口どける感じで、甘みもあって、ミルキー感あります。へえ、美味しい。栗が詰まって、ちょっともう一口いこう。でここのお店は7月から引き継いだとおっしゃってましたけど、はいはい、今後はどういうふうにこう展開していきたいとかあるんですか？そうですね、今まで通り季節ごとにこういろんなものを出していきたいっていうのはそのままなんですけど、10月からちょっと営業時間の方を7時までで一旦閉めさせていただいて、はい、7時からレンタルスペースとして、パーティーだとかイベントだとか、ちょっと型にとらわれず地域密着でいろんなことをやっていきたいなっていう、はい、つもりでいるので、ぜひ今後もお願いできたらなと思っております。じゃカフェだけじゃなくてっていう、はい、地域とつながったお店にっていうところですかね。そうですね、豊平全体で盛り上がっていけたらなと、はい。